81から720、721型は、無意気式械製造工場で製造された地下鉄用電車。設計当時の最新技術が多数導入された車両で、モスクワを流れるヤウザ川にちなみ、ヤウザという愛称を有していた。1970年代、無意気式械製造工場は、軽量のアルミニウム合金を用い、内装の見直しにより、 定員数が増加した試作車の I 型電車を3、編成試作し、モスクワ地下鉄に導入した。だが、防火設備の不備などの欠陥が指摘されたことで、量産は行われず、以降の車両製造は、従来の車両の構造をもとにした81から717、714型によって行われることとなった。 この頓挫した I 型の計画を再度活用する形で開発が実施されたのが81から720、721系である。編成は運転台を有する電動制御車の81から720型と中間電動車の81から721型によって構成されるほか、付随車を連結することも可能であったが、設計のみで終わった。車体は 下部のビード加工が施されてない軽量のステンレスで構成され、前面は進行方向右側に非常扉、左側に運転台を有する左右非対称のデザインが用いられ、運転室上の屋根には冷暖房を管理した空調装置が搭載されていた。座席は全車ロングシートで従来の車両から座席数が減少した代わりに想定員数が増加していた。 また屋根は蛍光灯を用いた2列の車内照明と騒音を抑えた換気ユニットが設置されていたほか、不燃性の素材の使用や消火設備の搭載など、相型電車で不十分だった防火対策も考慮された設計となっていた。製造当初は従来の車両と同様の手電動機や抵抗制御方式を用いた制御装置が使用されていたが、1992年の 試験以降は、ダイナモ社によって開発された直流電動機やサイリスタ直波制御方式を用いた制御装置が搭載されていた。制御装置は、電気指令式空気ブレーキと回生ブレーキを用い、主要機器とともに、マイクロプロセッサによる自動制御及び診断システムにより管理された。試作編成81から720。 721系自体の設計は1987年から始まったが、実際の車両の製造は1991年に行われ、試験運転は翌1992年から始まった。当初は全ロシア鉄道研究所の実験船で行われたが、第3機情報式に対応した設備がなかったため一時的にパンタグラフが設置されていた。 モスクワ地下鉄での試運転は1993年から始まり、最初の運転時には、ボリス・エリツイン大統領や政府高官、モスクワ市長なども招待された。だがそれ以降も、車両製造の遅れなどが影響したことで延期を繰り返した結果、営業運転開始は、製造から8年が経過した1998年6月10日となった。 試作者を含め57両が製造されたものの、故障が相次いだことで2002年をもって製造は中止となった。2008年までは、ルビリンスコドミトルフスカヤ線で7両編成を組み使用されていたが、以降は6両編成に、現車の上で、カホーフスカヤ線で使用されていたが、2019年までに営業運転から撤退した。81から 720A。 721A 型2000年に3両、編成1本が製造された、メトロアゴンマッシュの実験用車両。アルストムや日立製作所、ノボシビルスクのアシンフロンニエドビガテリ製の誘導電動機を用いた試験が行われ、結果は2002年以降製造が行われた81から740、741ケール7に反映された。電気機器を81から740、 741型で用いられた、メトロアゴンマッシュ製のキャトップマイナス1に交換した形式。車内の座席や手すりの変更も実施され、連結面には LED 式車内案内表示装置が搭載された。2004年に28両が製造され、リビリンスコドミトルフスカや1000で使用されていたが、81から720、721型と同様に2019年までに、 営業運転から撤退した。ありがとうございます。